原住民との境界線に設けられた、愛優戦愛優制度とは、日本統治時代までの台湾に存在した台湾、原住民の襲撃に備えるために設けられた一連の防衛組織のことを指す。愛優戦とは、先住民族の住む産地を取り出と作で包囲して、閉じ込めるものであった。新朝は1683年に台湾を制圧したが、原住民の居住地域までは、 実行支配が及ばなかった。1722年に、清長は、途牛回線を設け、この境より、奥の開拓を禁止した。これが、愛優戦の起源である。しかしその禁令は守られず、どんどん奥地まで開拓が進められた。奥地に行くにつれ、原住民の反発が強くなり、たびたび襲撃されては、首狩りの対象になっていた。これらの被害から身を守るために、 愛 u 愛長と呼ばれる時計団が設けられるようになった。日本統治時代の台湾において台湾総督府は愛 u 制度の必要性を認め完備で維持されることになった。1905年以降総督府は台湾原住民に対し厳しい弾圧策を取るようになった。愛 u 線には電話線及び必要な地点には砲台の設備を設け高電圧鉄条網。 地雷なども使用された。1909年になると台湾の産地に構築された愛遊船は総延長4 7 0トルにもなり、ほとんどすべての台湾原住民を山区に押し込めてしまった。また、総督府は愛遊船を圧縮して先住民族の生活権を狭め、その武装抵抗を誘発した。小老の採取により生活権を荒らされていた。 現住民側も反乱を起こした。1900年のタイアル族の反乱、1902年のサイシャット族パーガサン社の反乱、1905年の代表者の反乱である。1904年のオートリ社さん方面の愛優戦、圧縮作戦は、成盤を鉱山に追い上げて、食料を立ち、餓死を迫る残酷な作戦だった。1909年には、5カ年計画で軍隊を投入して、 総攻撃を行い、前頭の愛優戦を圧縮して包囲網を狭め、正盤を標高3000メートル級の鉱山が連なる台湾赤稜山系に追い上げ、追い詰め、がしか降伏かの卓越を迫るという作戦を展開した。5年目の1914年には赤稜山系の西側から台湾守備隊の兵力の大部分を投入し、東側から警察隊を投入し、 最後の法野宿を行い、五可年計画を終了させた。なお、愛 u の章は1920年に廃止され、軽視となったが、制度そのものは、日本統治時代の終結まで続いた。台湾史小辞典中国書店監修、クレミツサシ、日本語版編訳、横沢康夫170ページ岩波講座、近代日本と植民地、第二関帝国統治の構造を書集、大江忍。 植民地戦争と総得府の成立、ありがとうございます。